はい、本日はですね、こちらホカオネオネのゴアテックスをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら2022年の新作でございます。いや、待ちましたよね。お待たせしました。ということで、正式名称アナカパローという名前になってまして、昨年モデルもありますよ。昨年こちら2021年はカーハーローという名前でね、販売されておりました。そしてもう一昨年前はチャレンジャーロー GTX という名前で出てて、まあ何かというと、とにかく僕が買っててね、めっちゃいいスニーカー何って言われたら、やっぱホカオネオネのこのゴアテックスシリーズになっちゃうんですよ。で、それの今年バージョンが出たということで、本日の流れとしてはですね、まずは開封していきましょう。で、開封していって、なんか仕様とか若干変わったんかなっていうのを見ていって、その次に特徴して、着用しておすすめの人、そして価格でおしまいにしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずは開封していきましょう。ズドンということで、こちら開けていくとですね、おっとこのように入っておりますね。僕もね、今初めて開けておりますので、どんな感じなのか分かりませんけども、ちょっと見た目はあれですね、去年のモデルに近いんかな。こうトレッキングスタイルというか、登山っぽい感じのね、スニーカーになってるんですけど、こんな感じのね、すっきりしたのが2020年モデルでしょ。そして2021年がこんな感じで、ちょっとゴツゴツした感じのトレッキングスタイルになってて、ほんで今年が2022年がこんな感じなんで、まあ、ちょっと山っぽい感じですけどね、登場してきましたね。なんかこのかかとのとこ新しいのなんかついてますね。見てください、こちら。なんかかかとにこうアキレス腱の部分なんか補強してるんかなんかわからんねんけども、なんか当て布みたいなのがこれされてますね。ではですね、着用していきたいなと思うんですけども、これ毎年毎年ね、履き心地いいんですよ。なんか今年もいいんやろうけども、このアキレス腱の部分がね、どういいんかもちょっと知りたいしやな。やっぱりホカといえばこれですよねって思わせてほしいからですね、ちょっと一回履いてみましょうよ。やっぱり相変わらずあれですね、履き心地はいいですね。クッション性もいいし、足が包まれてる感じもするし、あ、そして何よりこう守られてる感じがするのがね、このホカオネオネの特徴なんですけども、まあやっぱりやりますなんて、今年もやりますなんて感じなんですけど、じゃあ特徴いきましょうよ。どんな特徴があるのということなんですけど、なんかね、今まではそんなこと特に書いてなかったんだけど、今年からね、その書き出したことがあって、何を書き出したかっていうとね、なんか1300マイル履いて試しましたみたいなこと出てたんですよ。ほんまですかと。1300マイルってそもそも何キロか分からへんから、ちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、2092キロ歩きましたって言って、その人足取れてませんかっていうぐらいめちゃくちゃ長距離歩いたらしいんですけど、それでね、こういろいろ実験して、ほんまに大丈夫なんかっていうことで作られたらしくて、去年までそんなあんま書いてなかったんでね、今年からそういうの導入されたんかもしれんけど、まあ、それでこのかかとがね、できたんかもしれないですよね。このチョボかかとね、でも若干履きにくい、あのこれがあることでね、なんかこう折れたりとかするからね、これ邪魔くさいなと思ったりするかもしれないんですけども、まあ、そういった検証がされてますよと。だからこう履き心地がいいんですよなんて言っててね、これは履いてる本人にしか分かりません。まあ、パッて見てもらったらね、じゃあ2020年バージョン見てもらいましょう、2021年バージョン見てもらいましょう、2022年バージョン見てもらいましょう、何が違いますか、全然分かりませんよね。だから履いてる本人としては、まあ、多少確かに良くなったかなぐらいな感じなんで、まあ、そんな大幅に変わった感じではないですけど、まあ、ようやくこのホカオネオネが出ましたね。僕も買って良かったもの、年に1回やってる年末のやつあるんですけどね、もう1年間で何が買って良かったって言われたら、毎回このホカオネオネ入ってくるぐらいいいんですけど、まあ、今年がどうなんかと。今年、いやゴアテックスのやつめっちゃ出てますよと、いろんなスニーカーから。それでも勝ち残れるんかって言われたらですね、ちょっと微妙かななんて思ってたけども、1300マイル歩いて実験もちゃんとしてるし、こう足を守ってくれるというね、アップデートをホカオネオネはしてきたわけなんですけど、多分そこがね、一番の進化かなと思います。それがね、まあもちろんゴアテックスやから、もう防水性もしっかりあるし、こう水にね、濡れたりもしないよっていうことでね、いいんですけど、まあこれもデメリットはね、もう今日は特に言いませんっていうのも、あんまりデメリット僕ないと思ってるからね、まあいいんやけども、じゃあ次おすすめの人、どんな方におすすめなんかというと、多分これ見ていただいてる方ってね、もちろん私服でも合わせたいし、あとはアウトドアの時も履きたいし、登山の時も履きたいっていうことで、これ一層があったら全部それできますよと。例えばキャンプ行ってたり、バーベキュー行ってたりして、下が岩の時ってあるじゃないですか、足ボコボコの時、その時なんかもこれ履いとけばしっかり足守ってくれるからね、どんな時でも歩けれるし、さらにこう川やったらね、水とか飛んできても濡れませんよねと。でそれでもってね、お子さんと公園とか行った時なんかも、これ履いてたら子供には抜かれへんよと、子供抜かし返すよっていうぐらいに走れるんで、いろんなところでね、使えて、でなおかつこれに関してはね、なんていうのな、足が疲れやすい人って出ているじゃないですか。こうなんか1日靴履いたりしたら、もう足もう疲れるんですよと。それ以上に臭いんですわっていう人はちょっと無理ですよ。臭い人はちょっと他骨でごめんなさいなんですけども、足疲れるんですわっていう人はね、これ履いときゃね、まあそんな疲れることはないよと。でなんでって、僕毎年他骨のスニーカー履いてるけども、足疲れることあんまないから、今までちょっと足疲れててしんどかってんな、なんかいいスニーカーないの、この他骨もねですやんっていうことで、これを履いてもらったらいいと思うんですけど、なんかよくニューバラ
ランスとかもね履き心地いいって言ったりするじゃないですか。でニューバランスってもちろんね履き心地街中ではいいかなとかって思うし、もともと足の矯正靴をね作ってたっていうところでいいかなと思うんですけど、まあ、それにさらにこう防水性が出てきたりとかよりアウトドアでも使えるってなったりするのが、まあ、このホカオネオネかなと僕個人的には思ってるんで、こういうゴツゴツしたスニーカー僕あんまり好きじゃないんですけども、このホカオネオネだけはもう別、毎年出してきてくれないけど毎年まんまと買わされてますと。そしてまた2023年の来年も買うでしょうということで、これ買わへんかったら視聴者さんからメールが来ます。タクゾーさん新しいのも出てますよと、買わないんですかということでね連絡いただいたりしますね。ありがとうございます。また来年も買いますのでね、その時は教えていただければいいかなと思うんですけども、まあ、今年もね買ってよかったもののランキング出てくるかどうか分かりませんけども、まあ、それぐらい楽しみにしているものであると。じゃあ次値段いきましょう。なんぼしましたんですかっていうと、だいたいこれって毎年そうなんですけど3万円前後っていうのがね、まあ、毎年そんなもんなんですわ。去年がね3万1900円ぐらいかな。で今年が27,500円、一昨年も27,500円ということで、まあ、だいたい3万円前後で、ちょっと去年と違うなっていうのは軽くなってますね。去年よりは軽くなってて、去年がねちょっと重たかったんですよ。カーハーローってちょっと重たくて450g ぐらいあってちょっと重いなっていう感じだったんですけど、今年に関してはね380か90ぐらいだから、ちょっとまあそれが軽くなってるんで、よりずっと履いてても疲れにくいようにはなっているということなんでね、足のね疲れやすい方はねいいんじゃないかなと思います。足の臭い方はさっきも言いましたけども、サンダル履いてください。もう蒸れたらアウト、それはね。でその場をほったらかしてたら娘さんとかに言われますよ。一緒に洗濯も洗わんといてって言われてね、もうそれ言われたらショックでしょ。だから足の臭いのはねとにかく換気してほしいんですけど、今日は足の臭い話ではなくてですね、足が楽になるスニーカーのねお話をさせていただいたので、この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ホカオネオネの新作のゴアテックススニーカーを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。